カスピトラは食肉木猫科に属するトラの一野種であり、カスピ海沿岸のカフカスからアラル海周辺、イランアフガニスタンパキスタン北部の山岳地帯にかけて分布していたが、すでに絶滅した。別名ペルシャトラ。12世紀ではウクライナの草原、とりわけサガンウクライナでも見られた。1899年に撮影されたベルリン動物園のカスピトラ。 色彩強調写真。耳が小さい。顔の下半分の毛が長く、顔が大きく見えるのが特徴である。カスピトラは獲物を得るため、層を求めて移動する草食動物を追って拾い、範囲を行動した。バクトリアシカなどのシカルイトノブタが彼らの、主な獲物だった。中央アジアの多くの群れは、バトクトリアシカ、ノロジカを主な獲物とした。 時には、アカシカやコタードガーゼルも買った。イランでは、ジャッカル、ジャングルキャット、ワタリバッタ、他の小型哺乳類も捕食した。アムダリア川低地ではサイガ、野生バ、野生ノロバ、そして野生羊などが主な獲物だった。カスピトラはかつて、中国及びロシア、トルキスタン、アフガニスタン、イラン、トルコでよく見かけられた。トラの絶滅亜種に共通して言えることだが、 カスピトラもまた毛皮や骨を得るために乱獲の対象となった。イラクでは1887年にもする近くで殺されたものが唯一のカスピトラの記録である。コーカサス地方ではトビリシ近くで1922年に殺害された個体が最後の一頭だった。彼らは1920年代に新疆のタリム川流域から姿を消した。カザフスタンでは 最後のカスピトラの記録は、イギガは近くバルハシコ周辺の彼らの最後の生息地でのものである。トルクメニスタンでは1954年1月にコペドダグ山脈のサンバーリバーの谷で殺害記録がある。イランではゴレスターン州で1953年に最後と見られる一頭が射殺された。その後1958年に一頭が目撃されている。 中国天山山脈西のウルムチでは、最後のカスピトラは1960年代に真し、川流域から姿を消した。アムダリア、川下流域での最後の目撃記録は、アラル海近くのヌクスでの1968年の、ものである。1970年代初頭、カスピトラは、流域と、トルクメニスタン、ウズベキスタン、アフガニスタン国境地帯から姿を消した。 トルコ南東部において行われた調査では、トルコ東部では1980年代半ばまで毎年1頭から8頭が射殺されており、1990年代初頭まで同地で生存していたとの調査結果が報告されているが、さらなる追加調査は実施されていない。一方で保護政策も取られてはいた。 1938年にはソ連で牙の赤軍将校二人が襲われるという事件の後、タジキスタンのティグロバヤバルカに最初の保護区が設定された。バフシュ川の下流とパンジ川、そしてアフガニスタン国境のコファーニハン川との間に位置するこの地域はソ連のカスピトラにとって最後の取り出だった。1958年に目撃された最後のカスピトラも、 ここで目撃されている。ソ連では1947年以降、イランでは1957年以降法律で保護され、イランでは射殺した場合重い罰金も課せられた。だがそれでも本州の保存には間に合わなかった。1970年代初頭、イランの環境省の依頼で、生物学者がカスピ海の森の無人の地域でカスピトラの生存状況を調査したが、 トラの生存の証拠は見つからなかった。カスピトラの最後の取り出だったのは、タジキスタンとアフガニスタンの間のパンジカワ流域で、1960年代後半まで生息していたとされており、最後にタジキスタンで野生のトラが目撃されたのは1998年であった。カスピトラとアムールトラの尾の比較体重は200キログラム。オスにおいては、 頭骨全長は320から360ミリメートル、全長約325センチメートル。メスにおいては、頭骨全長約280ミ、mm、リメートル、全長約260センチメートル。中型で、体は大色を帯びた暗い代謝で、背が黒ずみ、下面は白色。島は黒から茶色だが、特に側面、腹、腰の外側では、 茶色のことが多い。島の幅は狭くて、数が多く、互いに接近する。学名、バー型は、ラテン語で島という意味であり、島の数が多いことから名付けられた。腰の正中線の両側に前後に走る2本の島がある。冬家は、かなり長く密生し、特に方と耐火面は長く立派な房になる。2009年に行われた遺伝学的調査では、 かつては別の種と見られていた本種が現在生息しているアムウルトラとほぼ同一であることが分かった。このためカスピトラは厳密には絶滅していないとも言えるがアムウルトラ自体の生息数も減少しているため予断を許さない状況にあることに変わりはない。2000年代後半から2010年代初期にかけてオックスフォード大学のチームが行った調査によるとインドシナトラ アムールトラとは遺伝的に極めて近く、特にアムールトラとは遺伝子にわずか一塩基の違いしかなかったと判明した。先の研究によると、この3種は東アジアに生物地理学上の起源を有し、原種となった古代種が存在するとされている。ありがとうございます。